ついに自転車も青切符を切られるようになりますね。これはね、僕賛成だと思いますね。というのも、自転車のマナー悪い人多すぎる。まあ、車ももちろん悪い人結構いるんだけど、特に自転車。最近本当、スマホいじってたり、逆走してきたりする自転車よく見かけるんで、ほんと危ないなと思うね。で、この道路交通法改定に、関しては、まあ、非常に賛成かなと思いますね。で、その内容としては、信号無視で歩道に入る際にその一時停止をしない。で、携帯をいじってたり、あとその逆走ですね。これを中心に、違反をすると青切符が切られるようになるみたいですね。こうしないと、本当に、事故がやっぱり増えるんで、危ないと思うし、これは非常に、すごいね、いいことだと、まあ、自分は思いますね。自分、このヘルメットを買いました。ヘルメットはちなみに努力義務で、別に違反にでもならないし、まあ、各自、各々の判断。今の時点ではそうなんだけど、まあ、近いうちにこれも義務化になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、皆さんも自転車乗る人、まあ、いると思うんだけど、それについて、まあ、どう思いますかね。まあ、結局痛いのは自分だし、事故って。痛い思いするのは自分なんで、いかに、自分を守る運転をするかが非常に大事かなと思います。まあね、また動画出しますので、今日はこれで。